巨人、何もせず首位奪回。広島がティモンバンテリンドームで敗戦し、首位陥落となった。2位は7月31日以来。これにより、雨天中止で試合のなかった巨人が、7月31日以来の首位浮上となった。試合数は巨人が残り26、広島が同30。巨人と広島の直接対決は残り6試合だが、すべて広島本拠地のマツダスタジアムでの開催。同球場では今季、広島が4勝1敗に分けと勝ち越している。大混戦となっているセリーグは3位の阪神が2位カープと4号差。4位の DeNA は阪神を1号差で追う。首位来たう。何もしてないのに首位来たー。中日最高や。首位ごちそうさま。散々終戦とか言ってたやつ見る目がない。ごめんね。マツダで必ず負け越すから、現実見ろ。巨人の首位への立役者、宇佐美。マツダで何勝できるか勝負だな。首位ダッシュもいいけど巨人の選手団大丈夫なのかね。静岡で足止めらしいな。ソースは船場様のインスタ。大勢より船場様は大丈夫じゃなかった模様。大慌てで空路で移動する手もあるけど、望み薄なので明日は天候に関わらず中止の行。8月。ここからは松田広島戦までにもっと勝っておきたいねー。巨人が強いとやっぱりおもろいわ。ありがとう阿部。首位はいいけど台風のせいで日程きつくなる可能性出てきたな。松田6戦残ってるからまだが全広島有利だよ。あそこはなんかあると思って諦めるしかない。だからこそ他の試合死ぬ気で頑張ってできるだけ差をつけておかなければならない。勝ちと休んでる間に首位返り咲いてて草うはうはやんけ。阪神の選手は全員帰還できたみたいだけど巨人は間に合わんかったか。森下と小田栗で負け越し、どんだけチュニドラに弱いんだ。中日にここまで勝てないのはダメやろ。今年セリーグ最高におもろいな。ヤクルトが超絶空気だけどあとは全部見どころあっておもろい。チュニドラさん、カープに強いから好き。